調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。信様が言うには、京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ、天使様も召し上がっておられるってことだ。ああ、そうそう。あんなバカ野郎の言うことは聞かねえこったね。
天使さんはあしらと同じものを召し上がるわけねえだ。町場の方へ向かったのでは？こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか？何をおっしゃいます、ヒロキ殿。ああ、そうだな。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。これはうちに伝わる家宝なんだよ。手放したらご先祖様にたたられちまう。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。ひろき殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿はその、お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのを承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。じゃあもう一杯をくれよ。少しで足になるんだよ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりませぬ。拙者どもはただ取れたての梅、今が愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらん。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。
けどけ、わしの番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。怪我はありませんか？いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか？いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。もう破られてはならぬ。やつらは無駄中におる。助けてやってくれ。誰か。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は広木殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ？拙者は侍じゃ。死ね、死ねえか。死ねえ。どこに連れてっただ。
せいや。そいつを楽にしてやる。乗ろう。猫にも絡まんな。願いでござりません。逃げよう。かたじけねえ、かたじけねえ。なんでだ、なんでだ。この無効水なもののふは誰だ。聞け、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。あ、武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り裂け。気付けろ、気付けろ。これで最後じゃ。何かでございますか。かたじけない、ひろき様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん、行くぞ。酒を臆病者には死をへし打ってやる。頭を引きちぎっちまえ。救いようのねえ愚か者が。多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただき、愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御事以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、
酒だけはたんとある。飲め。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かある。役立たずのクズ野郎。先生はご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。
何もできぬな。せい。やっ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のようにひそかに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。
上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は神川村。村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で満ち倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽な役目もねえさ。川岸でぼーっとしてても。冷めろ。塩へしやがってやる。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。お前はこれ。クズが。
そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。やったぞ、そのクズ野郎が。一人だけだ。喉をかっきれ。待て。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やってやる。犬が。橋は落とされておる。されど、古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中、ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。つまらぬ役目よ。人殺し、犬畜生め。お前など殺める価値もないと。うるすが。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。
なひどい雨で立ってたら山に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。まあ犬が。うっ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。もう一発し。女をすぐさま離せ。お前は後だ。何のこと言ってたのかさっぱりわからねえだ。ご慈悲を。じゃあこの男を知られ。己を買いかぶりすぎる。しかたれも当選。じゃあこの男を死なれ。己を買いかぶりすぎじゃ。
情け容赦ない仕打ち。逃げろ。どこだ。どこへ行ったんだ。助けは、もう全て失ったんだ。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。死ね。どこのお方か存じませぬが、誠にかたじけのうございます。ほっといてくれ。ご自費を。水を持ってきてくれ。どこだ。どこへ行ったんだ。